平野藤人さん、こんにちは。生活充実講座を地域の病院学会一日の副代表広報部長の小野島の拓司です。先日10月28日は三原中央公民館で開催されました三原保健福祉部祭りで生活充実講座のご説明させていただきました。お忙しいところお時間をいただきましてどうもありがとうございました。我々道道の活動は生命保険の会社の皆さんの活動と同様、多くの方が健康で幸せな人生を送っていただく、それも不安のない日常を送っていただくための活動であるという点で共通をしております。生活充実講座そのものは講座に参加された皆様の心持ちが上向きになるというような機会となっております。ぜひ社員の皆様およびお客様との対話の場として生活充実講座を活用していただければというふうに思っております。それでは引き続きどうぞよろしくお願いいたします。